今日シナモン、シナモン見て、シナモン、こういうのないないのよ、こういうスウェット、部屋着のスウェットしかない、こういうなんか私服で着れるスウェットがない。だからシナモン、いい顔するね。この季節にあえて面白い。季節感おかしすぎでしょ。夏。書いてない、お菓子、お菓子集めて、はい、ラストワン、こぎめの、こぎめのラストワン引けてない、こぎめのくじね、あの買ってたところが気づいたら終わってたから、そっからね、あのこぎめのくじあるところに行けてないんだよね。でサンリオショップも行きたい、サンリオショップも行ってない、サンリオショップで行ってないからさ、こぎめの新しいあのクマのシリーズ買ってないんだよね、何にも。ショップ行きたくって、オンラインでも買えるけどね、ショップに行きたい、サンリオショップで食べた、クイウェのくじね、マットと何やってたっけ、マットとルームライトとぬくるみぐらい、確か。あとなんかあったか、この紐欲しいけど、数が少ないのが出たいって、数少ないからそう当たんないんだよ。当たんないんだよ。ぬいぐるみとルームライトが2本ずつで、マットはの何個だろう、2種類あるんだよね、マット何本ずつ入ってるか分かんない、ぬいぐるみとルームライトが2っていうのを覚えてる。当たんないよそりゃ。他の数多いから、洗面器はね、家に2つある、2つ、もういいね。もういいから、洗面器。
十分2個あればもういらん。ほぼかぶってる、ペンケースだけかぶってないけど、あともう全部かぶってる、引いたやつ2個以上ある。ん ?2 個以上、2個か、全部2個ずつある。そう全部2個ずつある。ペンケースだけ1個。猫にも洗面器いる？いらないでしょ。猫洗う用の洗面器ってこと？お風呂入れるようなそういうこと？猫元気だよ。猫だいぶでかくなったね。だいぶ。良かったなって時、基本ね、こゆめんがいるさ、当たりくじしか引かないから、なんかでこゆめんの当たりくじ大体そう被るからあんまないねいつも引くのはね、キャラクター対象の当たりくじとこゆめんいるから。それもでもさ、それってさ、キャラクター対象のやつってその少ないから、こゆめんその中で1個だけとかだからトップ3ぐらいまで入んないと。こういうのいるの1個だけとかだからめっちゃ難しいのよ、当てるのなかなか当たんないからさ。あとはね、こういうの当たりくじだから、キャラクター大賞と、あとその年に出ればこういうのほかに当たりくじ。去年はあれ、去年だよね、引いたの。あのなんかシナモンとマイメロちゃんと、あと小気味の当たり口。でもそれもね、3キャラいるからね、なかなか小気味出なかったね。今回は小気味だけなんだけど、小気味しかいないからいいんだけど、めっちゃかぶる。全部2個ずつある。ポーチ3つあったかな。あ、ポーチ3つあるな。ポーチ3つあるわ。そこに置いてある。あと全部2個ずつ。ポーチだけ3つ。でも全然なんかさ、どれ当たってもいいみたいな、なんていうさ、コギルの当たりくじとかじゃなくって、なんか全然なんていうの、引いても引かなくてもどうしてもいいけど、とりあえず引こうかなみたいなやつだったら犬出るかもわかんないけど、やったことないから、そういうの鍵面のやつしか引かないから。なんだけど、今後も販売されわかんないまたあったら嬉しいけど、ちょっとわかんないな。
もさ全然外出てなかったからさ、さっきアイロンしたけど、なんかしっかりやってないからさ、軽くしかやってないからすごいあんまりうまくいってない。まあいいかまあいいか。コキミはサンリオだよ、サンリオのキャラクターです。虫歯が出ない国最高すぎる最高だよね、わかる。何弾いてもこういうんだからね最高だよ。ターボ、みんなのターボ、ターボも可愛い。みんなのターボ、ここにね、あれがある。ソフビマスコット。ターボ、これさ、すごいさ、頭が上から見るとめっちゃシュールなんだよ。なんかここだけここしかない髪が、すごい正面がなんでクレヨン銃みたい。確かにこんな感じ髪ここしターボ、なんかさ、こうさ丸いわけでもなくってさ四角多分 T 多分だから、そう振ります。他にもね、あるよ、いろいろ。これね、いろいろあるんだけど、キティちゃんめっちゃ可愛くって。可愛くない？なんか可愛いの、このキティちゃん。なんかちょっとさ、レトロっぽい感じで、めっちゃ可愛い、このキティちゃん。これソフビマスコット、ランダムなんだよね、とかのいろんなキャラクター持ってる。コギメンとモップくんが欲しくて、あとニャニニョニョニョンっていう猫のキャラクター欲しくて行ったんだけど、ランダムだから。コギメンとモップくんは持ってる、ニャニニョニョンは持ってない、出なかった。そうなんだろう、めっちゃ可愛いポンキティちゃん。何ヌネのじゃない、ニャニニョニャニョン、猫だからねそう、ニャニャニニョニャニョンっていうキャラクターがいるんだよね。猫の、子猫のキャラクターいっぱいいる。モップくんとコギメンも、これモップくん、モップくんでしょ。でこれコギミャン、コギミャン胴体短くて可愛い短くない可愛いえ、見通しもないよこれ。え、そう 1.5 ぐらい。コギミョン。どうだよ短い。
ニャ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 言えてなかった。嘘、言えてたよ言えてたよ。ニャニニュニャじゃない、ニャニャニニュニャニャニニュニャニョ。ニにちっちゃいイって言えなくない？ニニニになるよ。ニにちっちゃいってどうやって？無理じゃない？ニにちっちゃい。普通にニってさ母音がイだからさ言えなくない？言えてる。ミセスの歌、確かに名前長いしね。とモップくん、モップくんはこれ、モップくん、あ、ここにあれあるわ、ぬいぐるみマスコット、ん、マスコットキーホルダー、見てこれ、白飛びしてる、してないか、かわいい。コギメン、コギメンのグッズはさ結構売ってるけどさ、モップくんもう売ってなくってさ、これ見つけたから前買っちゃった。もうここにね、尻尾が、尻尾あるから、それて尻尾があるの、かわいい、クマだから。オープくん、フード外せないんだよこれ、フードねくっついてるから外せない。白クマ、この一部の設定ではないけど、このぬいぐるみは外せない。これはくっついてるんだよね。だって手もさここにあるけど、こう通してるわけじゃないんだけど、もうここについてるから、このブランケットに外せない。モップくんも好き。僕持ち歩いてないよ。じゃあ携帯はこれ。
熊のキャラクターもぶくんだっけ、サンリオ熊のキャラ確かあれもいるけど、あのなんだっけ、あなんだっけ、めっちゃでもあれぬいぐるみなのかな、一応ティディベアなのかな、熊ってるかシュガーなんちゃらみたいな、シュガーなんだっけなんだっけな、ちょっと見よう、サンリオなんだっけ、あのクマのねシュガーバニーズしか出てない、シュガーバニーズじゃないんだよな、ティディベア、なんかね白いねキャラ、まあ、なんだっけ名前が思い出せない、リラックもその 3X だね、3両じゃない、あ、なんだっけ、ちょっと前のね、キャラクター大賞で知ったんだけど、わかんない、サンリオのキャラクターの一覧で見ようかな、もう忘れちゃった、キャラクター、キャラクターってどうやって、キャラクターあった、なんだっけ、マルモフビューじゃない、そのモップくん、キャラクター一覧、シュガーなんちゃらだった気がする、シュガークリームパフ、これだ、でもこれ多分ねクマだけどぬぐるみなのかな、キャラ紹介、ヨーロッパの北の方で生まれたのんびり屋さんのクマのぬぐるみ、クマのぬぐるみだ、リボン集めが好きなおしゃれさん、おいしいミルクとミルクティーを入れるのが上手、ぬぐるみシュガークリームパフ、これクマのキャラクターはいないのか、見てみるわ、サンリオさ結構さキャラクターいるから知らないキャラめっちゃいるんだよね、なんだこれ、モバイルク、なんかすごいさアニメみたいなキャラいると思った、人のキャラクターショーバイロックだけど、初めて見るキャラめっちゃいる、とねクマでしょ、クマのキャラクター、パンダのキャラクターいる、パンダップル、パンダップル、北極点、これクマじゃない、クマのキャラいる、意外といるよ、意外といるけど、これ全部全部じゃないけど、ミスベアーズドリーム、
りすぎて分かんない。全然知らないキャラめっちゃいる。よね、そ毎年さキャラクター大賞やってるじゃん。キャラクター大賞で初めて知るキャラも多いし、キャラクター大賞に出てないキャラクターもいるからめっちゃいるの。キャラクター大賞に出てるキャラが全員じゃないんだよね。だからそう出てないキャラクターもいる。めっちゃ多いよ。多分本国でサインらしいのに日本で人気なくていつも言わない。香港でサインすごくない？ターボなんで香港で人気あるんだろうね。ターボでも普通に可愛いよ。ほらターボ、みんなのターボ。可愛い。ケロピンは可愛いね。確かに。多分ずっと口開いてるのしか見たことない。くじ閉じてるの見たことないな。多分これがターボって感じ。なんていうのこのめちゃくちゃ開いてるのがこれって感じ。ターボのイメージ。口閉じたら何も見たことない。ゴロピカドン知ってるよ。知ってる。ケロピは持ってない。ターボとミュークリドリーミーってやつ。ミュークリドリーミー、 このキャラクターとキティちゃんとさっき見せたモンプ君とホイミンとあとグデタマ。グデタマ充電がない。充電がない。あこれ持ってる。ランダムなんだよね。だから何出るか分かんなくて。そのソフビマスコット持ってるのはの6個。あと持ってない。ふみちゃん持ってないね。ミミちゃん知ってるでしょ。キティちゃんとミミちゃんね。ほぼ見た目一緒だけど色がちょっと違うんだよね。リボンの色とかね、服の色。キティちゃんのなんかアニメみたいなの見てた。なんか夕方ぐらいにやってるやつ。キティちゃん、キティちゃんだよね多分。なんかキティちゃんとか、キティちゃんもあった気がするな。キティちゃんとかしましろとかのなんかそのいうアニメ。キティちゃんの友達ダニエルくん。ダニエル
それもね、なんかどっかある、あのソフビマスコットじゃないけど、ソフビのやつじゃないんだけどね。あったあった、これあのなんか目印ちゃん、これでしょ。これもねランダムだった、出なかった。これもモップくんはいないわ。これ小木見て、モップくん確かにいなかった気がする。これ何と、あとね、あのボンボンリボン、こうやってて、ボンボンリボンはひなこが好きだからあげた、ひなこに。私は見てない。ダニエル。コギミョン、コギミョン、コギミョン。コギミョン。充電が追いついてない。さっき刺したけど、キティちゃんの靴下はね持ってない。多分、多分持ってない。充電器さしてるんだけどですね、いつものことだけど、ショールームの消費がの方が大きくって追いついてない。よいしょ、ダニエルリボンついて、ダニエルちょっと、ダニエルくんリボンついてない、男の子だ。生揚げ、生揚げ食べに行ってない。でもね、めっちゃ食べたい生揚げ。最近食べてない。で、牡蠣鍋食べてみたい。それ食べたい、食べたことない。ね、痛風鍋とかもあるじゃん。なんか牡蠣と何が入ってんだっけ、なんかいろいろ入ってるやつ。なんだっけ、いろいろ入ってるやつ。え、牡蠣が食べたいです。家でやる、家で牡蠣ってさ、あんま大変じゃない。しかも生牡蠣だったらなかなか売ってなくない。なんか加熱用のやつしか、牡蠣ってそういうイメージ。買ったことないんだけど、それも。あ、白子とか、白子も好きで、今年初めて食べた、それも。食べたことなくって、初めて食べたけど美味しかった。牡蠣グラタンね、それも気になる、食べたい。え、てか牡蠣行きたいな。一応行きたいな、牡蠣食べたい。痛風鍋食べてみたい。牡蠣だけもいいけど行きたい。今日冷凍のそんなんあるの、普通に生牡蠣で食べれるやつ、加熱用じゃなくて。でも普通に売ってるやつはなんかスーパーとかで、加熱用ばっかりなイメージ。買ったことないけど。こんな食用ある？牡蠣食べたいな。まあ加熱でもなんか牡蠣どんな風にしたらいいの、加熱を普通に焼くだけもいいけど。牡蠣、いやこの前ね、なんか定期的にさ、なんかなんていう、モッパン動画っていうの、なんかさ、なんか人が食べてる動画。なんか食べ物いろいろ
なんかいろんなの食べてるのが見えるんだけど、この前そのかきクリームパスタみたいな食べてる動画見ててめっちゃ美味しそうだったんだよね。モッパンっていうのなんかあるじゃん、なんか食べてるだけの動画。あれでかきクリームパスタ見てめっちゃ食べたくなった。食べたい。すごい美味しそうだった。楽しい。なんかね、最初そう思ってたんだけど、見るまでなんか楽しいよ。普通の食事だけど量が多かったりするの、いやめっちゃ食べるから、そう楽しいよ見てて。それが美味しそうだった、かきクリームパスタ。でもなんかね、すっごいね、深夜とかね、そうたまに見たりするんだよね。お腹すくね、普通に。前ね、ちょっと何を思ったのかね、めっちゃ早朝にこうメイクしなきゃの時があって、そう、家でメイクしながらテレビで YouTube つけて、そのなんかいろんなね、モッパン動画食べてる動画見てた。それ見ながら早朝にメイクしてた。なんかねすごいその時それが見たくて、テレビでそれつけながらあのメイクしてた。メイクしてるからさ、テレビつけてるけど音聞いてるだけみたいな状態、見てはいるけどみたいな。すごいさ、周りの人からしたら意味わかんないよね。めっちゃ朝早い時間だよそれ、5時とかそんぐらい、もう時間覚えてないけどそのぐらいのなんか朝早い時間に見てた。深夜とかも見るときは、そのベッドで横に寝りながら携帯でさ YouTube で動画見たり。その時はよく見てたんだよね、そういう動画を。最近全く見てなかったんだけど、ちょっと前にはなんかまた見始めた。たまに見たくなる。オイスターバー行きたい。オイスターバーね、また行きたい。一回だけ行ったことあるけど、永遠卵焼き焼いてる動画とか見てる。永遠に卵焼き？それ見たことないや。見たことないそういうの。食べてるやつしか。最近ねそうよく見てた。そのカキのクリームパスタとなんか何見たかな。なんだっけな、なんかいろいろ見たんだよね。自分が食べたことないやつとかの動画見るの楽しい。食べたことあるものより。なんかなんだっけな、サーモンレアカツとか食べたことないからすごい美味しそうだった。あと何いたかな、なんかいろいろ見たから覚えてないや。ラーメン屋さんの一日の動画も楽しい。
富士仕込みみたいな動画。そう、おすすめ出てくんの。その最近見てるからそれがいっぱい出てくる。ちょっと前まではそのゲームだらけだったんだけど最近そのなんか食べる動画めっちゃ見るからそういうのが出てくる。いろんな人のヒスコーブン動画。ヒスコーブンってさ知ってるけど、それヒスコーブン動画って何わかんない。一日系の動画見ちゃう？意外とみんな見てんの。一日系のやつは見たことない。その食べるやつ。なんかね、なんでかわかんないけどね、楽しいよ見るの。なんでかわかんないよ。口見るかな携帯。最近見たやつ YouTube。音出ないな。あ、こっち何見たか分かんないよ。ログインしてない。なんだっけ、見てる方がいて、あの動画なんだっけな、この前これ食べた、あ、これ食べたやつ見た、これ食べたって言っちゃった、自分食べてないのに。見た、食べてるの見た。プルダックラーメンとチーズキムチキンパでもこの時はきっと私が韓国料理が食べたくってこれ見たの韓国料理自分が食べたくってね月見食べたい時はね、そういう月見バーガーのやつとかいろんなこと食べついてたその時でそう、自分が食べたいのを見るの、人が食べてるの何言った、でもそこら辺かな。自分が食べたいのなんか動画見てさ書いてるじゃん、何食べるかさ、サムネとかに持ってるじゃん。自分が食べたいのを見るってめちゃ食べたくなるよ。だからめちゃ食べたくなるけど見ちゃうんだよな韓国料理もさ最近食べてなくって、行きたい韓国料理。韓国料理何が食べたかな、うん、チーズキンパ食べたいなこの前見たから食べてる動画を。あとなんだろう、チーズキンパ、あとなんかエビサムギョプサル、この前ね、ひなことみつおちゃんとひなのと、この前って言っても数ヶ月前だけど、2、3ヶ月前だけど、その時に初めて食べてエビサムギョプサルってやつ。なんかエビの周りにさお肉巻いてて、エビの周りにエビにお肉巻いてて、それを焼いてさ、でなんかトルティーヤに包んでエビをでソースにつけて食べるやつなんだけど、めっちゃ美味しくって食べた。辛いの食べないすごい辛いのも好きだけど、でもその今言ったやつチーズキンパとエビサムギョプサルかな、名前合ってるか分かんないけどはね全く辛くない、辛いやつじゃない、それ食べたい。あとチャプチェもいいね。でもチャプチェはもう完全にひなのんの影響だね。ひなのんがめっちゃチャプチェ好きで韓国料理屋さん行った時もそれもひなのんがどうしてもその時もうどうしてもチャプチェが食べたいって言ってすごいチャプチェの気分なんだってずっとチャプチェって言っててでそれで食べたらめっちゃ美味しかったんだよね、その時に食べたやつが。もともと好きだったんだけど、そこのね韓国料理屋さんのチャプチェが美味しかった
なんかひなのがねその時すごいね食べた買ったらしくてずっと言ってたのその時もうどうしてもチャプチェが食べたいってそうだからあの新大久保行くって言ってその韓国料理屋さん韓国料理屋さん新大久保いっぱいあるじゃんだから新大久保で。あ、そう、春雨みたいなやつめっちゃ美味しいその時面白かったな、ひなのずっと言ってんだもんチャプチェもう食べた時ももうこれが食べれて満足みたいなこと言ってたもうずっとそのこと言ってたひなのねちょっと変わってるひなこもみぞちゃんも変わってるけどみんな変わってるけどそう全員変わってる私ねその話もしたんだよねこの前その4人で定期的に言ってるんだけど本当今までの友達の中で一番変わってるっていうのを全員が全員お互いに言ってたひなこはあのでもねその3人がねそう変わってるからそうひなこはね福留が1位で2位はひなのって言っててみつおちゃんはみつおちゃんも同じようなこと言ってたんだよね忘れたけどお互いに言ってた今までの友達で一番変わってるって私も変わってるいやでも私はそのランキング入ってなかったのよそう面白いからねあの人たちは太陽まだマシな気がするけど何かねだいぶ変わってるよみぞちゃんもなんか昨日はなんかさみぞちゃんガチャガチャが好きっぽくって最近あ時間本当だちょっとこれだけ話さなんかちっちゃいなんかあの変声機のなんかガチャガチャやっててもうそれでずっと喋ってて昨日来た時もそれでもうまず一言目はそれで喋り始めて途中で壊れてさ使えなくなったんだけどめっちゃ悲しそうだったちっちゃい変声機でずっと喋ってた最初だいぶ変わってるよみぞちゃんもじゃあ13位からランキング見ます13位チーノさんありがとうございます12位筋肉愛好家さんありがとうございます11位プッチーニさんありがとうございます10位大野高文あと幕握手会1時間で応募しましたさんありがとうございます9位ゆじゃとまく今日からだけをずっと愛してるからねさんありがとうございます8位にゃこさんありがとうございます7位にゃほぞさんありがとうございます6位ラスカールさんありがとうございます5位香港の春馬とまく今日かおいさんありがとうございます4位グランツアットマーク許可タムズさんありがとうございます3位フロマンさんありがとうございます2位ラボーナさんありがとうございますそして1位がウドさんありがとうございますありがとうありがとうございましたありがとう
以上、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は明日も夜やろうかな。夜、今日ぐらい、23時ぐらい、22時。で明日ハロウィンだからなんか行きようかな。どっちか赤ずきんちゃんかチャイナ、どっちか着る。どうしようかなって思ってます。チャイナずきんチャイナずきん普通チャイナの服着て、あの赤ずきんちゃんのさ、あのず、あのずきんっていうの、あの帽子のやつだけってことおかしいでしょチャイナの方が多い。じゃまた考えとくわきちゃいなよ。もうほんと昨日のみそちゃんもずっとそんな同じようなこと言ってた私がさ、チャイナ服着たっていうのをさ、ツイッターに載せてさ、ずっと同じようなこと言ってたよそう、ずっとなんかチャイナに絡めてくるっていうみそちゃんはそんな感じ、常にそんなこと言ってるてるね、みんな言うことが。みぞちゃんとあの同じ思考してるよあとちょっとか、あと、あ、あともうちょっと記事を出し、じゃあ明日もちょっと一緒ぐらいで、明日はチャイナか赤ずきんちゃん、どっちが着るまだ決めてない、明日決めるわ大事にしようかな。同じぐらいの時間でやると思う。切れちゃうね、そろそろ。じゃあまた明日の配信で。ありがとうございました。またね、おやすみなさい。あ、コート拝見おやすみ、またね、ありがとう。バイバイ。